始まりました。伊藤孝之です。リキビ全フェスピンのリッキーです。リキビです。ナコです。いや、今日はどうします？出た戻りましたね。はい、井戸端らしさだ。井戸端っぽい感じで何も考えてないです、今日は。井戸端だ。今日のお題は、え、お題ないのかい。え、でも泣き者のお題じゃないよ。あ、私はあります。あ、それありますよ。はい、どうなんですか。12月にあるイベント、もうそこに向けて今なるほど、はい、いや、もうあのさ、これ12月6日に多分この間って別の井戸端会議でも話したんだけど、まあイベントやろうよって言って、12月6日に今一本イベントが進行中なんだけど、これさ、FSP のツアーが始まって、そのなんだろうな、ツアーの最終リハーサルの日、結構疲れてたもん、あれ。いや、疲れてまして、あの、珍しく疲れてた、うん、普段さ、リハとかで俺全然疲れない人なのに、もうなんかあの日ばかりは珍しく疲れてるわ、ちょっとやっと終わったわって感じだったもん、うん、したら終わった瞬間にさ、はい、じゃあ今からやるよ。だってほら、じゃあこの日までにいろいろね、お互い考えとこうねっていう話をしてたから、こっちはもうやる気満々だから。いや、こっちはもう帰る気満々だ。いや、まさかあるとは思わなかったです。でしょ。はい、もうだからもうすごい、あのドエスイクミがここでも出たなと思いながら、なんかこの間 RWF の終わってきましたっていう YouTube で今からみたいな言って笑ってたけど、本当にあるんですよ、そういうのがね。っていうで、3人でファミレスで行きましたね。ほんとリキさんが珍しく、なんかバラバラですよ。すごい疲れた顔で私に言ってきて、あ、今からなんですね、あ、わかりました。疲れてましたね。珍しいなと思いました、私。まあでもあの日、まあ、確かに話ができたから、うん、いろいろ進んでよかったなと思ってるんだけど、うん、その12月の6日に、まあ、前の井戸端会議で話したいくちゃんの失敗企画を、まあ、何とか成功させる企画にしようということで、まあ、ダンドラの、まあ、リアルバージョンをちゃんと取り入れた企画をやろうっていう話なんだけど、まあ、あのダンドラってあの映像見てほしいんだけど、まあ、うちのたくちゃんと、まあ、ドラムのね、あとダンサーさんが、まあ、コラボして、まあ、本当にドラムの音だけでダンスをしていく、踊っていくっていう企画をいくちゃんが担当してて、まあ、それって普段さ、あのスタジオで撮ってるから、別にオーディエンスもいないし、うん、本当に映像を撮ってますって感じだけど、うん、まあ、今回はそれのリアル版だから、もうオーディエンスもいる中で、ダンサーさんに踊ってもらう、さく、うん、ちゃんも本当オーディエンスがいる中で伝えてもらうっていうのを、まあ、ちょっとやってみようかと。いうことで、どうなの、いくちゃん的には、企画としては。いや、もうすごい楽しみです。ああ、そう。はい。なんか生き生きしてるもんね、ダンドラだけど。うん、うん。なんか顔つきが変わりますよね。変わるよね。なんか明るくなるね。変わります。いつも違う。いつもなんか。いや、確かに。だからさ、スマホ見てる時もさ、もうすごいここに。最近すごいこう、めちゃくちゃ怖い顔でこうやって見てるのか、どんな内容のメール来てんだろうって思いながらさ、いや、ストーリーとかだったりするなんかこの間もあのコンビニ3人で行ったんですけど、ずっとコンビニの間携帯いじってるなと思って、コンビニ終わってもまだいじってて、ストーリーがまだ上がってなかったっていう。あれもすごかったね。いや、すごかった。え、まだだったんだと思って。同時に同じこと、違うことできないのに、でも、なんか今やんなきゃって思って、でも一言しか書いてなかったですけどね。なんだっけ、結局。今日一番頑張ったでしょう。その一言のために、15分ぐらい使いました。いや、すごい顔してたね。うん、コンビニの
店員さんびっくりする。そんないくちゃんがダンドロの話するときだけはにこやかな、にこやか、本当にやりたいんだな、ね、さくちゃんはその私にヒヤヒヤするって言われる。いや結構ニコニコしてる時が一番怖いんですよ。わかる。ダンドラも撮影結構過酷だったりするじゃないですか。いや俺見てて全員ダンサーさん息上がってるもん。でも本当はもうあれはもう本当楽しんで踊ってもらうっていう、もうお酒飲みながらもうドラムとセッションをしようっていう、もうそれぐらいラフにやりたい企画なんですよ。踊ってる方としてはやっぱあの1分間で何かを残さなきゃいけないっていうのにもう 120% ぐらい使うじゃないですか。もう必死に引き出し引っ張って音探って全力の1分を終えて、またちょっとしばらくしたらはい次みたいな笑顔でまた振られおーはいみたいな。でもさ多分今までのランドラってさ大体撮影時間1時間ぐらいだったからさ、うん、ここに何人かのダンサーさん来てもらって全員もう終わった後も倒れ込んでるもんね。本当に本当にあれ結構きます。なんか本当にきます。もう鬼監督みたいな感じな。だからもうなんかもうボロボロダンサーさんが崩れ落ちてきたみたいな、そういう、まあ、映像的にはそうじゃないよ、うん、みんなすごいかっこよくやってるんだけど、もう映像が一回止まった瞬間にもうみんな崩れ落ちるもんね。がプロです、ね、いやプロ本当に映像には一切ないです。そういう裏話的なだけど、まあ、今回はそれに近いんじゃないだからリアルというかさ、ゆきちゃんが求めてるお酒を片手に音を楽しんでもらってみたい、うん、なんでだって場所がクラブだから、六本木キューブにみんな来てください。いやいやだいぶ雑だな。それで来てくれたから苦労しないのよ。でしかもさ、だからダンドラもさ、ただただ来てくださいって言ってさ、で急にダンドラやったらものすごい数で来ちゃっても困るし、逆に誰も参加してくださいみたいなすごい楽しいんだよ。また福ちゃんのソロドラム終わるからさ、それで恨まれるって。いやすごい、二度とはできないからね。だからちゃんと事前参加者を多少募ろうよ。少なくともこの人たちは出てくれるっていう前提 でプラスなんか余力があれば本当に会場に来てくれてる人からも入っちゃえっていうか雰囲気を出せばいいと思うから、募集しません、しますしますダンドラに参加してくれるダンサーの皆さん、または挑戦してみたいって思う方は、うん、ぜひこの機会に一緒にちょっと踊ってもらいたいですね。まあ詳細をいつ出すかだけども、すっごい、あ、すっごい、はい、値段はどうする？値段はダンドラに参加してみたいなっていう方は、はい、通常お客さんが2,500円やるぞ、挑戦してみるぞ、一緒に踊るぞっていう方は2,000円プラスワンドリンクで、おお、500円引き、はい、なるほど。ただあれね、参加してくれる人は多分映像つけようかなと思って、うん、まあ、ダンドラだからその後インスタに上げたいじゃない、うん、だからまあ俺が撮れる範囲でだったら映像撮ろうかな。ちゃんとジンバルの本格的なでやるか、定点でやるかちょっと思うけど、まあ、ちょっと映像でも綺麗な映像が残したいなと思うから、まあ映像付き で考えてもらえればいいかなと思うけど、これめちゃめちゃ結構お得なんじゃないですか。そうだね、そう考えると。でプラスアルファ、まあ、ケンタッキーはケンタッキーでライブやるし、うん、まあ、あとちょっと今新しいプロジェクトを進めようとしてまして、うん、まあ、そのプロジェクトのお披露目も12月6日にできればな勝手に思ってる。お、ちょっとだけミカコは知ってんだよ。知ってます。ちょっとだけね、ちょっとだけ知ってるけど、え、これめっちゃ言いたい。それはちょっと井戸端で多分いつか言うけど、そう、ここのタイミングじゃない。そうですね、そう思います。私もなんかもうちょっとしてからボコンと発表したい。まあでもあ、そんなことやりだしたっていうような、うん、面白いっすよね。すごい楽しみ。いや俺も楽しみです。あれはすごい楽しみ。ま
まあ本当縁だよね、うん、これだけは言えるけど縁で繋がって、うん、結果こういう動きもあるみたいな。いや本当になんか広がってくんだなってすごい私は嬉しく思うし、それと同時に楽しいことがすげえ増えてくなって、ね、めっちゃ楽しみです。まあ本当いっちゃんはダンブラの話をしてる時はもう笑顔だからさ、まあ、だから本当にやりたいことをちゃんと、ね、そうですね、あの井戸端でも言って実現していこう、うん、で実現するという意味ではこれ香港でさ2月ライブやるわとボソって井戸端で言ったんだけど、あのライブ決まったわ。え会場も決まったわ。もうすげえ、だから行くわ2月香港。へえ、あの誰が行くかは分かんないけどとりあえず行くわということで、あの香港リベンジ、香港リベンジ、へえっていうわけで、あの言ったことがねちゃんと有言実行っていうことですごい香港も決まりましたので、12月のダンドラ企画は行っちゃうで、2月香港行きたいわ俺、はい、あ私なんもないそうですね、これね言ったもん勝ちだから。そうですねそうですね、ほんとそうだわ。そう、あのこれやりたいってこの場で言ったら、あじゃそれどうしたらできるの考える、え間違いない、そんな井戸端会議だから。でもなんかこういうのってやっぱポンって出てくるもんですよね。きっと考えちゃダメなんだろうな。考えちゃダメ、今なんか私こんなことやりたいと思ってんなっていうのをごそって言ってみるっていうところから始まるから。え、でも、え、今言っていいですか。いいよ。え、でも私海外のライブもっと出たい。いや、そうすごい漠然としてんじゃん、すごい漠然としてる。ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパは俺も行きたい俺も行きたい。ヨーロッパのブッキング待ってます。それをどう、それで来たらすごくないですか。私ヨーロッパ行ったことないしいや、僕はいやデニさんと、うん、あの音源リリースして、でデニさんライブの映像をこの間シェアしたんだけど、でそれを使ってあのマネージャーさんがちゃんとプロモーションかけてくれれば、いや海外ライブありえるんじゃないって個人的には思ってるんだけど、まあだからそういうところで何かもしかしたらっていうのもあるかもしれないし、まあ、あとは自分たちでやっぱり仕掛けないとなかなかね得られないから。あ、あともう一個あった、途中で今回ツアーで大阪、名古屋、東京って行くじゃないですか。名古屋と大阪は分けるね。他のところ、地方も行ったことないところいっぱいあるんで、うん、やっぱそういうところにも行ってみたいです。まあそうね、うん、そうね、もともとはさ、リキュウズ FSP って本当は遠征とかも多かったんだけど、うん、まあやっぱ10人だと動きづらいっていうのもあって遠征が減っちゃったんだけど、だからケンタッキーが最近あの日光とかでやるときいくちゃん連れてるって、うん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 、それでたまにミカゴが来るとかも全然ありだし、ぜひぜひ、なんかそれはまあ逆に言うとすぐ実現できそうだわ。行ってみたいです。うん、海外はやっぱり割と年内とそうですね、パッとは決まんないな海外。でも海外攻めよう、ね、やっぱり来年はね、うん、じゃあ英語頑張る。おう、頑張る英語頑張ります。だからなんかでも本当ね海外もやっぱり縁とかつながりから生まれてくることが多いから、あとは もしくはなんかや行ってみるっていうのが大事で、うん、いや結局まずは一人で海外行ってみて、うん、でライブできそうな場所にコンタクトして、で本当に実現させると思って昔やってたんだけど、まあ、だから本当にあのまずはもう考えるように行ってしまえみたいな、うん、っていうノリで行ってもいいかもしれないし、逆に今回さ、その2月には香港行くんだけど、うん、まあ、誰が行くか分かんないけどね、まだ、でそれで行った時に香港から例えば台湾を伝えてもらうとか、なるほど、香港から香港にいるミュージシャンの人にあの他の海外をつなげてもらうとかっていうのもできる可能性があるから、なんかそれ面白いですね。そうそうそう、誰か一人ずつ紹介してってもらったら絶対どこかに行くじゃないですか。そうそう、で結構香港のミュージシャンの人もまあ、アメリカであの、うん、本当に勉強してたとかヨーロッパ行ってたとかっていうのって多いから、うん、割とつながり広くて、うんうん、でみんな英語飛んで喋れるんですよ、うん、だからそういう人たちから情報をもらって、まあ、もしくはリコメントもらって、うんうんうん、で海外から増やしていくっていうのも、まあ、できなくはないかな。面白い。そう、まずはだから香港行く、はい、でそっから広げる、
多分これ1年後ぐらいに叶ってるかもしれないですね。今そうねって言ったヨーロッパとか言ってるけど、ね、やっぱ言わないとダメですよ。そうそうそう、言葉にして何も叶わないじゃないともう何をしたいのかも分かんないですから。うん、本当にそう。だからもう井戸端会議ではもうお互い、そういえばさ、最近あの私こんなことしたいと思ってんだよねとか、そういえば最近俺こんなこと考えてないみたいなのをちょっと出してって、それをちゃんと形にしても、うん、まあ、そんな機会にこれがなってくればと思うんで、あの今日は12月6日のイベントの件を話してきましたが、本当にあのダンサーさん、うん、ぜひぜひあのダンサーに応募していただければと思うので、 DM でも大丈夫ですか？ DM でも大丈夫、コメントでも大丈夫ですか？うん、はい、ピッキーウィズ FSP でもいいですし、FSP ダンスっていうインスタグラムもあるので、うん、ちょっとそこでチェックしてみてもらえるといいなと思います。はい、じゃあちょっとその12月の件はそれはそれで成功させるように企画を練っていきましょう。うん、はい、はい、じゃあ皆さん12月6日もお待ちしてます。待ってます。じゃあ今日はありがとうございました。バイバーイ。